はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は強化青銅高校やっていきたいと思います。で、強化青銅高校はね、自分やるの初めてで、デッキの編成がねめちゃくちゃ悩みました。一応こんな感じで組んできましたけれども、まあ、まずはねちょっと初めということなので、まあ、ちょっと守備とかね、そちら辺は捨てて、まあ、打撃系のねキャラを作っていこうかなと思います。なので得意練習は一応打撃と筋力で固めてきた感じになります。まあ、女性キャラがね入れられないんでね、デッキの幅がやっぱりすごい狭まる。で、あとは、まあ、一応青銅高校の特徴としては練習場所を固定できるじゃないですか。なのでね、練習得意練習は固めた方がいいのかなということで、一応今回こんな感じでやってます。久々の、フルナガ、カマカリコンビですね。ちょっとどういう風になるのか、わからないですけれども、まあ、まずはやってみましょうということで、メンタル7位、敏捷ポイントもね足りなくなりそうなんだよね。一応総力アピールでは来てますけれども、そうか、これ一応自分は2年生で沢村とかは1年生なんだよね。で、みゆきと同じ世代か。で、3年生は引退してますと。監督評価ってどうなんだ、ここ上げなきゃいけないんだっけ。試合はなんか割と多かった気がする。で、監督評価、そうか、上がりやすいのか。まあ、女性キャラを入れられないということでね、今回荒方を使ってますけれども、まあ、バレーシドレミちゃんがここでは使えないので、荒方はね結構この高校では光るような気がします。まあ、スイープがね結構重いんですけど、やっぱ筋力と打撃で精神ボーナスついてるっていうのはテーブル的にはかなり優秀だと思うんで。あれ、正動量コマンドっていつから発動するんだっけ。監督どうする。ちょっと上げていく。もう2回練習すれば多分大丈夫だと思うんだよね。あ、で、あとなんだっけ、正動ガチャ、あの東条とか実装されたじゃないですか。あれはまだ引いてないです。ちょっと引くかどうかも悩んでる。そもそも東条もね結局守備上限アップではあるんですけど、やっぱ佐伯さんがね控えてるのを考えるとね、ちょっと寿命は短そうだよね。9月の2週でまだか。メンタルやっとくか。特に人がいたわけじゃないけど、あらかた悪くないね。やっぱ精神の配分が高い。これどうしようかな。まあ一番上で安定していきましょう。 25% フルナガかだったらいいや。強化性能ね、その女性が使えないことによるデメリットに対するメリットがあんまりないですよね。青銅量コマンド出たけどさ、あー別に、そうか、刺激と違うから固まってたところで何っていう感じなんだよね。これ見れるんだよね。実質グラウンド、室内練習、食堂、行く場所によってちょっと効果が違う。グラウンドがあれだっけ、青銅魂がたまるんだっけ。で、室内練習コツがもらえて、食堂か実質どっちかがあれだ、体力回復してチームメイト評価が上がるみたいな。まだだってそもそも評価乗ってないもんね。古永とか7位も乗ってないし、ちょっとまずは年内あたりはやっぱり評価上げの方がいいのかね。久々に見るこのコンボ。いいね、やっぱここでね初級が3でつかめるっていうのがかなりでかい。いやーダメだな、まあ、3人乗ってないわ。なるみワンタックか、なんか技術足りそうだからな。
ちょっと藻類敏捷。え、何？そういやこんなんあったね。でこれはアドバイスか。でここもほい、この前そういえばアーサーの選択肢間違えてたからね、その金徳進めるやつ全然気づかなかった。メンタルが3になってんな。箱崎強化上げてくか。だから技術は足りると思う。あれこの2人ってコンボあったんだっけ。全然知らん。なんか選択肢出る、選択肢出るな。ちょっとわかんねえ、見てみないと。荒方と箱崎か。ちょっと荒方で見よう。これか、嵐を呼ぶ男、沈める男、一緒にやるとタイエースか。あー別の練習でかくらんね。どっちにしようかな。タイエース、いや敏捷精神か。かくらんを取るかちょっとわかんないんだけど、ちょっとポイントが欲しい。でロボット、ロボットが体力回復だっけ。うんそうだね。で監督が5つ、箱崎、古永か、鎌狩り。だったらなんか食堂とか行くとあれなんだよね、体力を回復しつつチームメイト評価が上がるっていう。正当魂もちょっと1回くらいは発動させたいよね。ちょっと食堂行ってみよう。もうやってみよう、とりあえず。あ、なるほど、通常のイベントが起こってさらに体力が回復してみたいな、そんな感じか。あ、これどうしよう、もう誰が誰だか、誰が何くれるか分かんねえや。てつさんはなんかその打撃系の、どっちかっていうとそのアベレージヒッター的な感じだよね。マスコ先輩はパワー系でしょ。ジュンさんは、まあ、外野だからレーザービームとかくれんのかな。で凌介兄さんは守備系でしょ。でクリス先輩はキャッチャーだから。で丹波先輩はピッチャーでしょ。炭水化物マスコ先輩にするか。ホーム突入とか。でとりあえず喧嘩止めとく。倉持の評価か。フルナガ、ちょっとパワーヒッターとかは欲しいんだよね。フルヒッターはいらないけど。フルヒッター。鎌狩りはね結構体力削ってくるからね。お、2人技術か。技術はな、なんか足りそうなんだよな。だったらコツ欲しいんだよね。そろそろあれか。お、いそう。あれ、これは J アニマル成功本。寮を覗きつつやってみますか。食堂、あらかた。え、どっちがいいかな。得意練習打撃にしとくか。打撃は多分4人いるからね、重なりやすい。基本から考え直す。問題点はライダス。あらかた約束3。一層は5でいいよね。敏捷やっぱ足りてないもん。まあ、仮に一層が来たとして、一層が来た、まあいいや。薬師か、どうする、打ってく。どうせだったらせっかくだし。ちょっと待って、ミートめっちゃ引く。13とか。ちょっと D にして、もうパワー30にできるかな。30でいいや。しょぼいな俺の能力。それはダイヤのエースアクト2が
4月からだっけ、あのアニメでやりますよね。ダイヤのエースはねアニメ版は見てたんで。ただ原作の漫画は見てないんでわかんないっす。だ多分春の甲子園のところからだよね、アクト2の最初って。よし、パワー30に上げた甲斐があったんだがよくわかんないけど。最後ミッシーマ、お前を倒す。ちょっとパワーがないからね、高級室だ。ゲーまあいいや、同点にはした、勝った。てかミッシーマ最後打たれたのかこれ、ホームラン6対3になってたってことは。いや試合経験点そこそこ、え、ここでも経験点もらえるんだ、なるほど、まあ、稼げるところで稼いでおかないとね。釜狩り、あれなんか荒かった、あれ3ターンずっといるんじゃなかったっけ、練習すると終わるんだっけ、ゲそういうシステムだっけ、刺激的な意味合いだと思って全然違った。え、じゃあこれでさ、あらかったの骨髄とか発生するようになった、そういうこと。ま、来てるからやっときますか。あ、落合コーチがいる。落合コーチって何してくれるんだっけ。監督評価めちゃくちゃ高えな。もう進めていきましょう。あらかったってなんか依存してんの、ちょなんか2回目失敗してんな、まあ、3回目には続くけどね。回復はじゃあちょっとこっちでやっていく。あれ全然回復しなかった。制動量難しいな、使い方が。2人は重ねたいよね。クリスマスもないから、これなんかさ、なんかもうちょっとゲッ体力回復した、やった、ダブルか、約束3ってことは釜狩り入れるか、初級とか。これで3人重なっててくれればいいんだけどね。初詣に行こう。沢村くんって言ってる？あ、言ってないか、沢村か。あれ最初が経験点20入ってたね。で3の2、一応まだ荒方がもう一旦持つかってことは、鳴海入れるか、打撃打て、打った。上り竜取れっかな、これで。ああ、なるほどね、それなりの経験点を手に入れることができる。やっぱマジで重ねた方がいいけどさ、このやる気の人たちがさいないんだよね、女性入れられないから。ちょっとまずはミートあげよう。じゃあほい、じゃあ次筋力でも集める。さすが釜狩りよ、お前を入れた甲斐があった。ちょっと待ってね、コツがあった時ちょっとコツをやろう。アベレージした、これもうちょっと経験点欲しいな。あー、でそうだね、これはまあダブルタックにもなってるし、でアベレージヒッターは技術だからもうちょっと取っちゃおう。で7位コツ、まあそりゃプルヒッターか合格打法かって言われたら
とりあえず広角打法取るよね。だからさ、4月からさ、そのアニメ化記念でさ、なんか沢村の別バージョンとか出ないかね。ダブルタックか。まあやっときますか。技術は半端ないな。これはめっちゃ体力回復するんだけど、一応こういうところは強化されてんだね。ちょっと筋力をじゃあ今回集めますか。ちょ見て、ゲー、これはでも3だったらやるでしょ。足はじゃあちょっと C にして、さすがに E は欲しい。肩と守備、あと呼吸は D くらい欲しいよな。ちょっとポロってしちゃうと嫌なん で技術がだいぶ余ってんね。まあ分かりきってたことだけどね。あらかたいるとでも精神も稼げるから悪くはない。でここが1、鎌狩りか。鎌狩りあとなんだっけ、初級とかもうなんか潰しとこうか。初級4、ホーム突入とか、まあ、手に入れる機会あるかって言われたらちょっと分かんない。あ、逆境は潰しておこう。聖堂魂がたまりそうっちゃたまりそうだな。食堂で筋力、で1級入魂つかんで2人かいないね。筋力がいないか。じゃあいいや、ちょっとダブルタックでやっちゃうか。え、監督監督評価下がるんか。パワー的にパワーっていうか、あれ、じゃあ落ちないコーチって追うとどうなんの。さっぱりだわ。お守りいらないからこれ持ってきてんだよね。でもな、食堂体力を回復させつつ、聖堂魂をまだたまらない。あ、たまったか。これ4ターンだよね。これ何の音楽ああ、ダブルタックで、まあ伸びるは伸びるね。技術ばっかあんな。精神が足りねえんだよな。まあ、せっかくねあるからやっときましょう。で1人か。まあ1人でもあーならないね。でもまあちょっと経験点的に今回あとね9000点はねやっときたいんだよね。お、いいね。あと2ターン特に何にもない。あらかた精神めっちゃくれんな。やろう連打、最後何もなかったほい。聖堂魂を貯めつつ、もう一回くらい発動させたいけどね。いやー、でもさ、道場とかと練習する意味あんのかな。で筋力にして、ちょ見て、一人でしょ、ここは一人でしょ、いない。
あ、あらかたがいるわ。あ、登り女子やった。これここだとさ、骨イベントが発生するだけなの？一応ダブルか。まあ、ダブルで手を打っておくか。ナルミア、ナルミアもな、一時期かなり強かったんだけどね。いや、ナルミアの実力がってことじゃなくて、デッキ的にね。今はもうそんなに使われないよね。だからメジャーもさ、結構別バージョンとかね、ノゴロウくんとか出てるから、ダイヤのエースキャラも出してもらって全然いいと思うんだけど。しかもダイヤのエースはね、現在進行形だしね。現在進行形だから逆に難しいのかな、出すのが。チェンジアップ、これ勝てばまた経験点手に入るのかな。そしたらちょっと勝っときたい。チェンジアップ、1球目からナルミはチェンジアップ投げてこないだろう。OK。 あ、ここでまだ投げてるか。そう、何球も見せられればさすがに対応はできる。あれ、みゆきってさ、キャッチャー20丸とかなんか持ってんだっけ。まあ、試合経験点ボーナスはあるといいかもね。で、ここはまあ7位のコツもあるし、やっときましょう。あらかたいいね、やっぱり精神稼げるわ。ゲー広角だ、ほっくんなかった。ちょっと回復をしておきましょう。選球が一応2人か3。あー、コツだけどやっぱこっちやな。ゾーンが出るよな。固め打ちを取ってないね。おー、3タックか。ちょっと技術がマジで溢れるわ。ここはドリンク飲みましょう。もう3タックが来てるんで、体力も少ないし、使うべきところで使う。ほい、肩精神理論がね、もうちょっといいキャラクターがいれば。なんか下がったんだけど、なんで。フルなのか、どうしようかな。精度魂2回は無理だね、本当に意識してやんないと。ちょっと得意練習に来てもらおう。で、ここはアーティスト取ってきますか、普通に。まあまあまあいいでしょう、やろう。ケプルヒットとかいらねえ。正当量っていつまで使えるの。精神量だったし、今見たら。どうしようかな、回復しつついくか。これちょいちょい発生するね。3人。ちょっと、また技術があふれんだけど。困った時の打球伸びでも取る。あ、スイープ持ってる。あれ、いつ終わったっけ。打球伸び1台。悪くない。もう、潰しちゃおう。連打とかも、連打5になってる。守備職人はいらないからな。いらないけど、
技術余ってるから取っちゃうか。ほい、まあやるか。ちょっと待ってね、精神量見とく。しらすか。室内練習場コツが手に入っちゃコツが手に入るんだよね。やろう。あ、そうだ、これあれだ。あ、来る。どういうこと？割とランダムなのかな。1番ミートが高いから。あ、沢村ってまだイップスなんだっけ。克服してないのか。しおちゃん S にしておこう。パワーヒッターせっかくだから取ろう。最悪プルヒッター取るか。広角打法のコツがつかめなかった時はプルヒッター、プルヒッターとかね、あんまり恩恵を感じられないからね。あってよかったって思うことがなんかほとんどない。引っ張ればそもそも飛ぶからね打球は。あれ1回戦目が薬師なんだ。ライチよ、俺のバッティングを見てお前はどう思う。2打席連発だ、あいつすげえみたいな。真田もかわいそうだな、こんなめった打ちにされて。あれ、一大三高出てくるとか書いてなかったっけ。そういえばまだ量が使えるね。どうかな。精神量ちょっとグランド行く。あれ今誰が固定してんだっけ。荒方だよね。どうしよっかな。食堂で体力回復させて。グランドはね体力減っちゃうんだよね。まあ一応ちょっとこいつも固めとくか。ほいで、微妙、ちょまだ大丈夫だよね。あらかた、ちょグランド行ってみよう。上がった、よし発動した。これ最後まで行こう。あ、ここで1対3攻が出てくるのか。真中ボーイ、あれ残り5ターンになってる。いや、どうしようかな。印象やっぱ足んねえわ。まあ走塁は B まで持っていけるかどうかだね。スイープも取んなきゃいけないし。第9打ちました、引っ掛けた。真中ボーイじゃねえ、甘構成だ。聖堂、この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは杉崎。真中ボーイはもう引退してたわ。聖堂リードで迎える5回です。コミットとかに変わってるし。ノーアウトランナー1塁という場面で杉崎打った。これはちょっと無理やりすぎたか今のは。聖堂リードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で。いや全然打ってねえんだけど。あとはもう練習していくか。でどっちがいい。ちょ筋力の方が欲しいよね。あとずっとこのままいける。うお経験点だけは確かにね。だからもうはけ口がないよ、はけ口が。どうしよっかな。手左でも丸取っておくか。めった打ちもいいや。ちょっと直撮りするか。さよならも直撮りしよう。いやー、やっぱり肩精神理論ちょっと試したいは試したいんだよね。
ったらやる気効果アップのある肩選手が全然いないからな。まあ、入れるとしたら友沢とかね、 PSR のプラス5になってれば、まあ、一応75がつくからね、悪くはないんだけど、さすがに持ってない。あとナヌークが先ほどホームランを放った、あれでしょ、やる気でしょ。さあ次の投球、ちょっと後入れだらけになっちゃうんだよね。第3球は打ちました。バランスもよろしくないし、セドリードで迎える5回です。ツーアウトランナー一塁という、これはいい当たりだ、いったー、まあ、とりあえず9000乗ってくれればいいんだけど、乗るかな。今日3打席連続でホームランを放っている。一応渚ちゃんは使えるんだよね、この高校。ただね、やっぱり練習で経験点を稼ぐ高校なんで、ちょっと渚ちゃんもったいないよね。会心の当たり、アウト、杉崎。もう2回練習できるかな。ギリギリっぽいな。ちょ、本当にさ、本当に今経験っていくつ、8700か、なんか微妙だな。9000いかなそう。エピログとかないからね。ちょ、スイーパーじゃ取っとこう。登りにも取っとくか。ささやきやむとか、なんでアウトコース持ってんだっけ、なんか死んだけど持ってっから取るか。ラッキーボーイも取っとく。いぶし銀、あ、高速チャージ、バントシフトはちょっと早めにしておこう。チャンスメーカー、バントはいらねえな。粘り打ちか、流し打ち、古長かな。こっち持ってんだけどな。捕獲打法直撮りしちゃう。どっちだっけ、あ、こっちか。微妙だな、微妙だな。次の練習が 10% くらいかな、怪我率。セドを勝ち越しのチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で杉崎、緊迫した場面が続きます。振動もね、第2球投げた、低め、ボール。キャラ的には強キャラなんだけど、第3球を投げた、デッキ的には大して強くないからね。はい、はい、賭けの森の振動ってまだあれなのか。杉崎、危ない球。一応メジャー行って完全試合達成したんだっけ、進藤って確か。完全に外れた、ボール。第3球は見送ってボール。その割にはボールが多いな。次が4球目、投げた、これは外れてフォアボール、ストレート。5回の裏、制度を攻撃に入ります。まあ、6回持つか持たないか、そのくらいかね。今日2打点を当てる、来た、いった、消えてもらおう。セドをリードで迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面で杉崎、今日3打点を挙げています。あれ、俺5番に入っていつの間にか投げた、まっすぐに、これ入ってきたのか。早くも追い込まれています。投げました、ボール。投げました、ボール。外角低め、スイープ1塁でも発動するのか。打った、抜けた、ボールは中継。なんか結構危ない試合だな。8回です。今日2本のホームランを放っている杉崎。うちのピッチャー陣先発誰の、先発はやっぱ古谷かな。投げました、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった。いやー、なんか怖えな、危ねえ。2回戦を見事突破しました。ピッチャーなるみとかいたね。能力的にはどうなってんだろう、川上とか。こんなんあったっけ。こういう時に限ってこうタックが来ないんだよね。あ、ちょっと本当に
技術さばいとかないとまずい。円卓なんだ。ミート上限解放というか上限アップのキャラがいないからな。合格だ。こっち直取りするか。で流し打ちも取っちゃおう。で粘りも取ってバントも取っちゃおう。で満塁も取って、ローボルヒッター取って長尻合わせも取ろう。盗塁アシストかく乱、せっかくコツをつかんだから取る。よし、これで溢れることはないでしょう。チャンスを迎えました。ああさあ、2アウトランナー1塁2塁という場面。俺的にもう一回ちょっと円卓リベンジしたいんだよね。投手でダンスロット入れて、さすがに同じ編成だとねあれなんで、円卓4キャラ入れてやってみようかなってちょっと思ってるんですよね。アーサー、ダンスロット、モード、クネちゃんで、そうするとちょっとツノちゃんは外れてもらうけど、セドを追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で、エクスカリバカ今日5打点を挙げています。アルボー、危ない球、投球は3球目、投げた、危ない球、第4球を投げた、あー完全に振り遅れた。ストレート、ちょっとやっぱエクスカリバーが頭をちらつくんだよね。おお、あぶね、当たるかと思った。次は7球目、打ちまった、低め、空振り三振、低く、逆転されて、しかもランスロットかよ。しとめる。いや一応ここまで来たけどさ、どうなの、経験点高えな。あれなんでこんな経験点高いの、試合経験点。でなんかある、なんかくれる、なんもくれねえんかあ一応9000は超えた、9000は超えたけどさ、なんかなっていう感じなんだよね。いまいちなんかこのセオリーみたいなのがわからない。技術がだって大量に余って、今回まあ一応9000超えたいなと思って打撃で固めたっちゃ固めたんですけど、なんか強い選手が作れるかって言われるとまた別だからね、難しいな。技術が結局余らしちゃってるもん。初撃あたり取るか。じゃあまあせっかくだし100にはしておく。でじゃあ守備力 D にしておく。あとちょっと得能取っていきますか。足が速いわけじゃないからな。169、1足りねえわ。ちょっと下の方の僕のなんか、あ打開でも取るか。技術がめっちゃ余ってんな。インコースはもうアウトコースを取っちゃってるからな。追い打ち、これ何これ、へっすら、いや余ってる余ってる、しょうがない、もうこんなもんか。あちょっと待って待って待って、ということで、まあ、とりあえずね強化精度9000は、超えましたけれども、ちょっとね経験点がどうしても偏っちゃうよね。だ今回打撃で固めたっちゃ固めましたけれども、技術が余るでしょ。で筋力に少しばらけさせたんだけれども、それでもやっぱ技術が余るん でただ枚数を減らすかって言われると今度重ならなくなるからね。青銅高校はやっぱり重ねて
経験点を稼いでいくのがいいと思うんで、編成が難しいんですね。女性陣が使えないっていうのがね、ほんと痛い、もうほんとね、悩まされるということで、まあ、なかなか難しいサクセスではありましたけど、とりあえずまあ9000超えたんで、一旦よしとしましょうと、いうことで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。